こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、今日はライブ告知をします。ね、これが上がるのが、多分、木曜日になると思うんですけども、今週の、日曜日は、電脳幻想会ボリューム19ということでね、いつもの通りプラチナ食堂さんからお届けしたいなと思っております。以前から予告しているように、次は有観客プラス、配信ライブということでね、やりますので、プラチナ食堂さん、ぜひ見に来てください。ちょっと大阪の人はね、電車で行きにくいかもしれないんですけれども、その代わり車は、何台でも止めれます。結構な広さの駐車場があるので、大阪からでもね、車でしたらね、まあ出発地点にも言えますけど、まあ、30分ぐらいで十分着くんじゃないかなと思うんで、ぜひね、見に来てほしいなと思います。それでは、ちょっと中身の方をね、説明しておきます。次はね、5月22日日曜日、スタートは夕方5時。これはいつも通りです。5時から始めます。で、4時半ぐらいからね、お客さんのね、方入れるようにしたいなと思ってますので、まあ、22日日曜日、4時半、以降にね、ぜひ見に来てください。今回、出るバンドはね、もう順番も言っておきましょう。1番目、明けの神がやります。まさきくん復活ということでね、いきなりぶちかましますんでね、ぜひよろしくお願いします。2番目は、あの形成人が出てくれます。この間中之島祭りでね、一緒にやりましたが、噂の形成人がまたやってきてくれますんで、こちらもお楽しみに。で、3番目は、日月誠二率いるケセジです。ケセジ2回目、連続でね、出てくれるということで、ケセジがやってきます。そして、4番目にね、中村ジェサちゃん、出ますんで、CD 持ってきてね、CD レコ発ということでね、中村リサレコ発ライブ奈良編だったと思うんですけど、はい、奈良編ということで、奈良で、CD 販売も兼ねてライブしますんで、ぜひね、見に来て CD を買って帰ってください。それで、最後にね、なんと総楽団、いつもの通り、なんとで締めるんですけど、今回、まさきくんベース弾いてくれると言ってますんで、まさきくんのベースで、久々に俺はなんと総楽団で、ギターを持ちます。まあこれはね、俺自身も結構、久しぶりなんで楽しみです。まあなんと総楽団でね、やりたいなと思います。で、最後にエンディングトークをして終わりという流れは一緒です。それでね、お客さんが入れるということなんで、フードはね、ライブ終了後はいつも通りすべてのメニューがいけるんですけども、ライブ中はね、どうしても動線がバタバタしたりとかね、またあと、ね、順番長く、待ってもらったりとかね、しないといけないかもしれないので、ライブ中のフードはワンプレートでね、別メニューが出るということで聞いてます。おそらく2種類か3種類から選べるんじゃないかと思うんですけども、ライブ中食べたい人は、ワンプレートの食事をしてください。それで、終わってからでしたね、いつも俺たちが宣伝してるカツ丼とか、スタミナ丼とか、スタミナ定食とか、あとはハンバーガーですね、いけると思いますんで、それは終わった後でゆっくり食べてほしいなと思います。で、見に来られる方は、申し訳ないんですが、今回はチャージを取る形になります。入場するときにね、1000円のチャージと、あとワンドリンク何か頼んでください。もちろん、フードも美味しいのでね、フードを頼んでもらったらいいかなと思いますので、本当にね、有観客の、いつも通りのライブ、それを、配信でお届けするという形でね、臨場感あふれるライブになるんじゃないかと思ってますので、ぜひね、皆さん見に来てください。で、見に来れない人は配信で見てください。ということで、電脳幻想会の予告でした。では、5月22日夕方5時から電脳幻想会ボリューム19、お楽しみに。それでは、バイバイ。